育てたひまわりちぎられる。ごきげんようタコモンドです。さあ今回もねアークのリクエストをやろうと思います。今回はこのサメ10体とカメ100体でね戦わせようと思います。今回は海の対決ということでね、もう海の中でスタンバってるんで早速海の中に入ってみようと思います。さあこんな感じに並べました。果たしてどっちが勝つのか。これでサメ10体 VS カメ100体です。カメもね結構甲羅とかでね硬いんで、これはどっちが勝つんでしょうか。サメもね攻撃力もあるし体力もある。果たしてどっちが勝つのか早速ねやりたいと思います。さあ始まりました。行ってくれ。どっちが勝つのか。すごい光景だ。亀が食らいついてきたぞ。サメも対抗する。うわ塊になった。激しいバトルが。でもこれはどっちだ。一体一匹になったサメが。サメカメが強かった。一瞬の戦いでした。カメ100体対サメ10体だとね、今回はカメが勝ちました。またなんか変な敵と戦ってますね。何と戦ってるんだ。よくわかんない敵と戦ってました。いやカメは強かった。やっぱり甲羅があるんでサメもすぐ倒すっていうことはなかなかできなくて、どんどんじわじわ削られて結果こうなりました。海がすごいことになってます。さあ今回もやばい対決でした。どんどんねリクエストもやっていくんで、どんどんやばい対決もいろいろやっていくんでね、次もまた見てください。終わります。さよなら。どうやって開ける。普通にオーバーライドで開けられるのか。うわ開き出した。入っていい場所なのか。え、この下があるのか。降りよう。この紐を使ってそうやって降りるパターンか。これはもう帰れないね。帰れなくなっちゃった。先進もう。いい素材取れるぞ。バリア張ってくる。弱点は手だね。こいつ強いぞ。このボスか。こっちの手だね。背中もいけるか。